なかなかいけるじゃない。だろ、この店の料理は有名なんだぜ。ガウリー、あんた記憶力ないくせにこういうことだけは覚えてんのね。おい、リナ、行儀悪いぞ。この嫌な声は誰かと思えばリナじゃないの。やっぱし、ナーガ、なんでこんなところに。あら、悪いわね、リナ。おじさん、こっちもっか、チョッキでね。言っとくけど、おごんないわよ。そんなことより、なんでこんなところにいるのかしら。それはこっちのセリフよ。リナ、知り合いなのか。まあ一応。それで何をしてるのかしら。仕事を探してんのよ。いつものように盗賊倒して金品巻き上げりゃいいじゃない。そりゃあその方が早いけど。って何言わせんのよ。大体あんたこそこんなとこで何してんのよ。無門ね。このサーペントのナーガ様のすることにいちいち理由があるとでも。ふーん、じゃあ道に迷って気づいたらこの町にいたのね。いいじゃない、そんなこと。リナ、そろそろ行かないか。それじゃあリナ、ごちそうさま。ごちそうさまってナーガ、おごんないって言ったでしょうが。お金なんか持ってないわ。威張るな。で、どうするんだ。
ナーガ、もしかしてついてくるつもり？たまたま向かっているところが同じなだけよ。嘘つきなさい。旅費がないだけでしょうが。そんなことないわよ。さっきの町の飯代も結局私が立て替えたんだから。そんな細かいことを言ってるようじゃ。まだまだね。まだまだねじゃないでしょ。立て替えた分はきっちり返してもらいますからね。たかが飯代程度、そんな小さなこと考えてるとまた胸が小さくなるわよ。何の根拠があるっていうのよ。これサーペントのナーガ様の言うことにいちいち根拠があると思ってんの？威張るんじゃない。おい、リナ。何よ、ガーリー。いや、今の蹴りはちょっと。大丈夫だって、こんなくらいじゃ死にゃしないわ、多分ね。リナ、聞こえたか？ええ、近くみたいね。行くわよ、ガウリ。おい、リナ、どうするんだ、これ。ほっときゃすぐに復活するわ。それよりも、今の音の原因を調べる方が先よ。ちっ、全く手こずらせやがって。何も命まで取るってんじゃねえんだ。おとなしくついてこいよ。あんたがそんな態度だと、妹の命がどうなっても知らないよ。ちょっと待った！なんだいあんたは。今取り込み中でね、他を当たってくれ。何かと思えば大人が二人も揃って子供をいじめて、恥ずかしいと思わないの？ちょっと、ナーガ、いつの間に。あなたたちの後ろをついてきたに決まってるじゃないの。さすがのこの私もさっきの蹴りはちょっぴし痛かったわ。なあ、リナ。何よ、ガウリ。この人、誰だっけ？さっきまで一緒にいたじゃないの。もう忘れたのか、お前は。おお、道理でどこかで会ったような気がした。一体何のようなの。悪いけど、宗教のセールスはお断りよ。違う。そんなことより、さっさと子供を助けて礼金もらいに行くわよ、リナ。もうやだ、こいつら。つまりあんたたちは、私たちの邪魔をするってことね。関係ないものを巻き込む気はなかったけど、モスマ、あとは任せるわ。ちょっとモスマ。すまん、小津田に圧倒されちまった。じゃあ頼むわね。うん。さあ、あんたはこっちに来なさい。妹の命が惜しいのならね。エメキア、ナンセン。エミリア、あとは俺に任せて、お前はさっさと行け。すまない、モスマ。クソガキが、覚えときな。たく、首を突っ込まなきゃ死ななくても済んだのによ。それじゃちょくら遊んでやるか。ガウリ、子供お願い。ああ。ナガ、行くわよ。任せなさい。Thank you.
ずりゃ。危ない。私の勝ちね。さてと、私はリナ、リナインバース。で、あんた名前は？ラーク、ラークディアフレイムドール。そう、それじゃラーク、話を聞かせてほしいんだけど。おいリナ、いつまでもここにいるとさっきのやつが戻ってこないか？それもそうね。もう少し行けば町があるみたいだし、とりあえずそこに行きましょうか。
あラーク、話してくれるわね。なぜエルフのあんたが魔族なんかに襲われてたのか。な、そうなのリナ。ええ、さっきエミリアとかってやつにラークがエルミケアランスを使ったでしょ。ナーガ、あの呪文の特性は知ってるわよね。この私が知らないとでも、うん、そういうことね。どういうことなんだ。ガウリ、聞きたいの。まあ、どうもそういう話は苦手で。たく。で、話の続きなんだけど。そうでしょ、ラーク。ええ、でもあなた方人間を巻き込むわけにはいきません。できればこのまま知らなかったことにしておいた方がいいと思います。あなた方のためにも。ラーク、私たちは一応あなたを助けたことになるわよね。これで話が聞けないんじゃただ働き、じゃなくて寝つきが悪くなるじゃない。ラークだっけ。おとなしく話しといた方がいいぞ。暴れると手がつけられなくなる。いいな、加減って言葉を覚えないとそのうち死人が出るわよ。だいたいあなたのその乱暴な。さて、静かになったことだし話を続けて。わかりました。じゃあお話しします。僕は妹のリネアと一緒に東にあるマークウェルズの村に住んでいました。でも10日ほど前、急に奴らが襲ってきたんです。心配せんでもよい、殺しはせんでの。何、少しばかりお主ら兄弟に用があるわけじゃ。いや、あら、おっと、危ねえな。妹に当たったらどうすんだ。気をつけろよ。ボスマン、遊んでるんじゃないよ。さっさとしないか。おお、怖え。手なわけで一緒に来てもらうぜ、エルフの子供よ。何しやがる、このガキ。待て。リネア。くそ。そうか、大変だったんだな。ガウリ、気がついたの。おー読めたわよ、リナ・インバース。さてはあなた、私たちを気絶させておいてお礼を独り占めするつもりだったわね。どう考えればそうなる。まあいいわ。それで、あなたたちが狙われるのに何か理由でもあるの。それはこの首飾りだと思うんです。首飾り。ええ、僕たちエルフに伝わる伝説なんですが。レザリアムの伝説ね。その首飾り本物なの。僕にも分かりません。でも魔族なんかに襲われる理由が他に考えられなくて。で、これからあんたどうすんのよ。まさか逃げ続けるわけにもいかないでしょ。グラムストックの村に行きます。知り合いのじいさまに
首飾りのことを聞けば何かわかると思うんです。グラムストックの村？ここから西に行ったところね。変なことだけ詳しいのね。ま、そういうことならグラムストックまでついて行ってあげるわ。でもリナさん、僕お金を持っていませんし。ああいいのよそんなこと。どうして持ってんなら知り合いのじいさんとかにもらうから。はあ、そういうことでしたら。あ、でも魔族と戦うことになるかもしれませんよ。ま、ナーガは別にしても私とガウリーの腕は超一流だから心配しなくていいわよ。本当にいいんですか？僕このご恩は一生忘れません。いいのよんなこと。そうと決まったら話も長かったことだし今日はもう休みましょう。起きてるか？どうしたのよガウリ。いや、珍しく金にならない仕事を受けるなと思ったんだが。実はね、レザリアムの話、本当のことよ。レザリアムはラルティ王国にあるエルフが建てたと言われている城よ。なんでそんなことを知ってるんだ？はエルフにしか伝わっていない伝説を私たちに話したでしょ。今までそんなことがなかったと思う？それはそうかもしれんが。まあエルフってのは里や村の中だけで生活してるわけだから外の情報には疎いものなのよ。おレザリアムの場所なんて有名よ。ただどうやっても中に入ることができないからそのままだけど、人間の情報力をなめてもらっちゃ困るわね。あとはラークの知り合いのじいさんとやらに話をつけて、あの魔族たちを倒してしまえばお宝は全部あたしのもの。例えばナーガ、ここの宿代も私持ちよね。ってことはお宝の8割は私のってことね。え？おいおい、いいのかそんなことで。さあ、とっとと出発よ。なあリナ。何よガウリ。一人少ないんじゃないか？そういえば、あのナーガさんって人はどこへ行ったんですか？ああ、ナーガのことならほっとけいいのよ。私に返すお金のためにどこかに仕事探しに行ったんでしょ。じゃあ僕たちはどうするんですか？ほっとけついてくるから大丈夫。ナーガさんがいなくていいんですか？いない方が数倍マシよ。そうなんですか。とにかく、んなことほっといて、とりあえず出発よ。
おい、お客さんみたいだぜ。こっちの行動がバレてるわね。気配は消したつもりだったんだが。あんたモスマンとかってやつよね。仮面なんかつけてどういうつもりよ。おお、この完璧な変装を見破るとは。あんた本気で言ってんじゃないでしょうね。そうか、お前の仲間にはバレなかったぜ。え、仲間？お前らの行き先を教えてくれた上に金を出せば力まで貸してくれるんだとよ。おい、出番だぜ。ちょっと、仲間ってまさか。おお子供をさらった極悪人ってのはあなたね。この私、サーペントのって、リナじゃない。あなたこんなところで何してんの？やっぱし。おい、リナ、あの人どこかで。あ、はいはい、黙ってて。ところでナーガ、本当に気づかなかったの？何？この変な仮面つけたおっさんの中身によ。え？どっかで会ったことあるの？こんな怪しい格好したやつがどこの世界に2人も3人もいるのよ。え？いいセンスじゃない。まさかモスマンさんが。そういえば前会ったやつも同じ名前だったわね。普通気づくわよ。だいたいあんた敵に行き先までバラしてどうすんのよ。だってどこに行くんだって聞かれたら誰だって行き先くらい教えるじゃない。んで子供をさらったやつを探してるって言われたら誰だって手伝うでしょ。私のせいじゃないわよ。それでどうすんのよ。魔族の味方するつもりじゃないわよね。でも、もう金貨200枚もらったし、返すのは絶対に嫌だし。魔族と悪人にもらったお金は返さなくてもいいって法律があったでしょうが。そんな法律があったのか。へえ。そういうリアクションされても困るんだけど。ああ、いいこと思いついたわ。リナ、あんたを倒した後ついでにモスマンも倒してラークと一緒に私が行くってことで。我ながら名案ね。そうと決まればリナインバス、最強最大のライバルと呼ばれたこの私が相手よ。本当にいいのね。無茶はしないでね。ナーガさんよ、お前人間より魔族の方が似合ってんじゃねえのか。それについては同感ね。まあどの道エルフの小僧以外は始末するつもりだったんだ。まとめて相手してやるぜ。ナーガの方ならあんたの件でもなんとかなるはずよ、ガウリ。でもいいのか、アリナ。大丈夫、本気でやったってナーガは死にゃしないわよ。Thank you.
血の流れより赤き者、時の流れに埋もれし、偉大なる汝の名において、我ここに闇に誓わん。我らが前に立ち塞がりし、すべての愚かなる者に、我と汝が力もて等しく滅びを与えんこと。ドラグスレイブ、キュッ。惜しかったな。惜しかったな。やるじゃないか。惜しかったな。やるじゃないか。血の流れより赤き者、時の流れに埋もれし、偉大なる汝の名において、我ここに闇に誓わん。我らが前に立ち塞がりし、すべての愚かなる者に、我と汝が力もて等しく滅びを与えんこと。ドラグスレイブ、ゼリア。うわっ、くそ、ダメか。
べきやら。血の流れより赤き者、時の流れに埋もれし、偉大なる汝の名において、我ここに闇に誓わん。我らが前に立ちふさがりし、すべての愚かなる者に、我と汝が力もて、等しく滅びを与えんこと。ドラグスレイブ！しっかり。リカバリー、これでよしっと。で、そこから喜んでますね。当然でしょ。ナーガってのは敵に回すより味方にする方が恐ろしいのよ。ナーガさんって一体。グラムストックの村ってまだなの？もう歩くのやだ。この森を抜けたところです。もう少しですよ。もうやだ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 。後から行くから先に行っててくんない？それは構いませんけど、この森は迷路になってますから、道を知らない人が森を抜けるだけで3日はかかりますよ。
おいラーク、どっかで休もうぜ。そうですね、そうしましょう。じゃあ休める場所を見つけましょう。おいおい、またか。リナ、またお客さんだぜ。やだ。いやだって言っても。めんどくさいもん。わっ！しまった。ラークが離されたか。仕方ないわね。行け、カオリ！おう！お前ら 1,2,3,4,5,6 人か。見たところ盗賊でもなさそうだけど、なんでこんなところにいたんだろう。お前、倒した後にそんなこと言うか。
急に襲ってきたら誰だってびっくりするじゃない。でも魔族の手下にしては大して強くなかったけど。そういえばそんな気もしますね。ま、どっちにしてもこんなとこに怪しい奴がうろついてるってことは。急いで村に向かいましょう。お久しぶりです。ん？どこの誰じゃったかの。え？あ、ほら、ダークですよ。リネアの兄の。おお、そうかそうか。おかげさまで体は大丈夫で。リナさん、どうしましょう。どうしましょうって私に聞かれても。リナとな、おお、あのリナ・インバース殿か。どれどれ、ちっと胸よ。おい、ジジイ。どうどう、私は馬か。おい、先短い老人に何をするんじゃ。お約束の軽い役ではないか。時と場合をわきまえないと寿命を縮めることになるわよ。まあ、それはさておいてじゃ。ラーク、村のことは聞いておう。お主だけでも無事でよかった。それで、なぜリナ殿とラークが一緒に。話せば長くなるんだけど。てなわけで、ラークをここに連れてきたんだけど。なんと、ではラークの首飾りが魔族の狙いか。知ってるんなら話は早いわね。リナ殿、教えてもよいが力を貸してもらえるのか。そりゃあここまで関わった以上手伝うつもりだけど、条件があるわ。礼金は払えんぞ。ああ、そうなの。じゃあ、さよなら。ただし、レザリアムにあるものは全てリナ殿にお渡ししてもよい。犬とお呼びください。さすがはリナ殿。じゃあ、聞かせてもらえます？ラークとリネアの首飾りが両方ないとダメってことね。そういうことじゃ。じゃあ、僕が捕まらない限りリネアは無事なんですね。そういうことになるが、それよりも問題は魔族の目的じゃ。何のためにレザリアムを狙うのか。目的ね。ちなみに、レザリアムに封印されている魔法ってのは何なの？わしも知らぬよ。時を滑るものとか友人から聞いたことがあるが、もう何十、あ、いや百数十年以上前じゃし、その辺のことはお主ら人間の方が詳しいじゃろ。
魔導士協会ででも調べるしかないわね。そうじゃ、この魔法剣を持っていきなされ。魔法剣？ラークのことを頼むのじゃから、このぐらいのことはせねばな。この剣ならば魔族に対してもそれなりに有効なはずじゃ。後で返してってのはなしよ。そんなことは言わんが、くれぐれもラークをよろしく頼みますぞ。リナ、家の外を囲まれてるぞ。6人ほどの傭兵に村を守らせておったのじゃが、みなやられたか。さすがは魔族というところかの。え、6人って、それじゃあさっきのって。さすが魔族ですね、リナさん。そうね、さすが魔族ね。何を慌てておるんじゃ。ガウリ、その魔法剣あんたが使いなさいよ。え、いいのか。貸すだけよ、貸すだけ。そこんとこ間違いないよね。それじゃ、行くわよ。